えーどうも、即座塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。YouTube 活動もね、10年を過ぎて、チャンネル登録が1万5000人になりましたあの。いろんなね、チャンネル登録者数のペースにつきましては、まあ、早い方もいればね、遅い方もいて、様々なんですけども、私としてはね、この1万5000人っていうのが、一つの到達点、目標だったんで、非常に嬉しく思います。特にね15,000人 ジャストぐらいで登録してくださった方からコメントが入っていて、なんとね、同じ地元の方でね、私がね、スーパーハローズっていうところに行ったところの撮影だったんですけども、多分そのハローズに近い方なんでしょうね。ちょっとコメント欄でやり取りさせてもらったりとかして、非常に嬉しく感じました。やっぱね、あの、1万5千人のチャンネル登録をいただいたと言っても,ってもですよ、遠方の方もいれば近くの方も当然いるんですが、実際、 誰がチャンネル登録してるのか私の方からでは分かりませんのでねチャンネル登録をした人はねあこの人のチャンネル登録しようって意識するんですけどもこちらとしては数字が伸びてるだけでなかなかあ分かりませんのでコメント欄などでねやり取りさせていただくと非常に嬉しいなと思いますでこの1万5000人え現在ね4月22日令和5年に見てみると1万5000飛んで2人ということになってますんでもうちょっと増えたんですけどもあの熊野県 熊野県じゃないやすみません三重県の熊野市の人口に匹敵するらしいですよね、まあ、熊野の方には私も行ったことがあってね熊野古道っていうところがあったり、まあ、水のとってもな、ね、い美味しいところだっていうふうに聞いてましたんで47都ス府県のオフ会に行った時にちょっと寄らせてもらったんですけどねとってもいいとこでしたね、うん、思い出がたくさんあるところでございますはいということでこれからもねたくさんの思い出とともに旅の行った先とか ちょっとしたショート動画とか、なんかわけのわかんないものいっぱい上げていきますんで、あのー、気に入ったのがありましたら、またコメントなどを寄せていただければと思います。えー、本当に1万5000人突破、ありがとうございます。